はいどうも、チャットジョイチャンネルでございます。さあ、いよいよ始まりました。Amazon ブラックフライデーセールなんですけれどもね、まあ2019年11月22日朝9時からスタートしたこの Amazon の日本初のビッグセールなんですが、私今日は午後2時起きの重役出勤でございました。申し訳ございません。まあ気を取り直していきましょう。で、まあ、今回ね、ブラックフライデーセール、もうね、セール始まる前から、まあ Amazon のね、普通のタイムセールでも、もう激安のものがね、もう次から次に出てきて、まあそのあたりね、Twitter の方で、もう結構いくつか上げさせていただいたんですけれども、ね、まあ、今日宣伝するとね、私 Twitter の方もやっておりまして、こちらではですね、まあ今回の、まあ、ブラックフライデーセール。それからね、まあ、通常のタイムセールのね、情報なんかを発信しております。まあ、タイムセール、ブラックフライデーっていうのはね、まあ、すごいたくさんの商品が出てくるんで、まあ、皆さんが調べるとね、もうブワーッとアイテムが出てくるから、もうどこに何があるかわからないんだけども、まあ、うちのチャンネル、それからツイッターではね、このあたりをちょっと掘り起こして、ちょっとね、わかりやすく皆さんに、あ、これがあるよ、あれがあるよって、こう、いろんなね、ものをまあご紹介しておきますので、まあ、もしよろしければね、まあ、今回、この機会にですね、YouTube チャンネルの登録、それからツイッターのフォローをね、お願いいただけますと幸いでございます。はい。はい、そんなわけでですね、まあ、今回の動画では何をするかと言いますと、まずはですね、Amazon デバイス関係、何が出るか。ねえ、まあ、ブラックフライデーといえば、やっぱりね、この Amazon のセールの中でも、まあ、わりかし、大きいものになるかと思います。まあ、日本初とはいえですね、まあ、アメリカではもうね、定着した文化なので、まあ、今回、なんかすごいのが出るかなと思ったんですけれども、Amazon デバイスは、今回、これ1台だけです。何かと言いますと、こちら、Fire HD8! これ1個だけです。なんと1個しか出なかったっていうね。まあ、その他のね、まあ、一般的なアイテムに関しては、まあ、すごい数が出てるんだけど、なぜかですね、今回、Amazon ちょっとね、出し渋ってんのかな。この Fire HD8、まあ、1個だけでございます。はい。まあ、先にですね、金額の方、まあ、説明しておきますと、まあ、通常価格がね、8989円なんですが、今回、5480円で出ております。はい。多分ね、どうかな、割合最安値に近い金額ではないのかなというふうに思いますね。皆さん、ちょっと冷静に考えてみて、8インチのメーカー製の現行モデルのタブレットが5480円ですよ。ちょっとおかしくないですか？まあ、通常価格も安いんだけれども、やっぱりまあ、このね、セール期間に、この Fire HD8 が欲しいなと思ったら、まあ、今が、チャンスかな、というふうに思います。でね、まあ、今回は、ほんとね、まあ、これ1台だけなんで、僕はこのね、Fire HD8、使ってですね、もうどうですか？かれこれ1年過ぎたかな？まあ、1年以上使ってみた、長期使用レビューをお届けしたいと思います。はい。Fire HD8 は、Fire OS 6.0 ぐらいだったかな。確かね、ちょっと新しくなってないか。なってないか。あ、ちょっと待って、ちょっと調べてみよう。お、そうだそうだ。Fire OS 6.3.1.2 ですね。はい。ここ、まあ、ここ書いてありますけれどもね。はい。の、まあ、OS を積んでおりましてですね。ストレージ的には、あ、ごめんなさい。メモリはね、1.5GB しかないんですよ。これね、今時のスマホでね、1.5GB っていうのはもうなかなかないぐらい、非常にね、スペックはプアなんですよね。で、SOC もね、メディアテックのクワッドコアですからね、普通に考えたらやばくないと思うんだけど、このね、Amazon が独自で開発したこの Fire OS によって、まあ、このスペックでもね、割と軽快に動かすことができるようになっております。はい。ただですね、やっぱり所詮メモリは 1.5GB なんで、ちょっとまあ使うときにいくつか注意点がございます。はい。それはですね、何がかって言いますと、タスクを貯めないっていうことね。ちょっと待って、仮にちょっとパッパッパッと使ってみるか。まあ、E メールだったり、ね。それから、まあ、Amazon フォトであったりね。はい。まあ、そういったいろんな様々なアプリがあると思うんですけれども、まあ、こういうことをね、やっていくと、まあ、徐々にですね、タスクが、溜まっていきます。
それを確認するためには、このね、下のね、ホームボタン、3つのホームボタンね、この四角いボタンをこうやってタップすると、こういうふうに今、どれだけタスクが溜まっているのかっていうのをね、まあ、一覧で表示することができます。はい。多分、まあ、こんな感じで、まあ、アプリをですね、まあ、こう使っていくと、まあ、アプリを使い終えた後にね、皆さん通常この丸ボタン、このホームボタンの方を押されると思うんですよね。こうやってパッとやって、ホームに戻るというような使い方されていると思うんですが、そうじゃなくてね、終わったら四角ボタンを押しまして、こういうね、溜まったタスク。はい。これをですね、まあ、タスク一番下に下げると上にね、すべて消去っていうのがありますが、これをなるべく定期的にタップしてあげてください。そしてさらにですね、メモリー解放アプリっていうのがあるんですよね。まあ、これはAmazon のね、まあ、純正のアプリストアでもありますけども、まあ、それをね、まあ、タップしてもらって、はい、こういうふうにメモリを解放するというような作業をしてもらうといいかなと思います。で、ちなみにね、私ですね、はい、これ、Google Play Store をですね、まあ、ゴニョゴニョしながら入れております。はい、これはですね、僕にも過去動画の方にも出しておきますので、最後のね、終了画面の方にも出したいと思いますけれども、なんだったっけ、まあ、Google Play Store のインストールの方法ということでね、動画にしておりますので、よろしければ、まあ、ご確認いただけると思います。まあ、これは一応ね、Amazon のサポートの対象外となりますので、あくまでね、自己責任となりますので、注意が必要でございます。はい。まあ、そんな感じの Fire HD8 なんですけれども、まあ、Amazon コンテンツをね、楽しむ。例えば、なんだろう。Amazon プライムビデオ。それから、Amazon Music、それからですね、まあ、Kindle ですね、電子書籍。まあ、このあたりを楽しむのに、まあ、特化したデバイスなんだけれども、まあ、先ほども言いましたようにね、まあ、ゴニョゴニョすれば、プレイストアも入れられて、そして、まあ、ベースはですね、これ Android ですから、はい、もう Android で今見たようなおなじみのね、アプリたちが使えるというようなこともできなくもありません。はい。それをね、やってみて思った感想なんですけれども、この、まあ、Fire HD8 の、Fire OS、Amazon が独自に開発した OS なんですけれども、実際使ってみるとですね、非常に、素の Android に近い、挙動を示します。で、僕がね、使ってる、ユミデジのスマートフォン、あれとね、非常に似てるところがあるんですね。なので、動作にね、癖がないんですね。例えばですね、僕はこんな使い方してるんですよ。どこ行った？キーボードとマウスのね、接続。はい、この Bluetooth のね、マウスであったり、キーボードであったり。はい。これと組み合わせて、このタブレットを使うことで、パソコンのような操作ができるようになります。まあ、特に私、YouTuber ですからね。これはですね、動画の管理をやるときに、まあ、通常はこの YT スタジオアプリっていう、まあ、アプリを使うんだけど、まあ、これはスマホとかタブレットに使うためのね、アプリなんだけどね。これだとね、機能の制約が多すぎて、これだけではね、YouTube 活動ができません。まあ、その際どうしてもパソコンが必要になってくるんですけども、まあ、この機能はですね、この Chrome アプリのね、はい。Chrome アプリを使って、PC ブラウザの機能を使えば、まあ、パソコンとほぼ同じ、機能が使うことができます。ただですね、一般的なタブレット、スマートフォン、キーボードとかね、マウスの相性がね、あんまり良くないんですよね。ところが、Fire HD8 は、もう Bluetooth もすぐつながりますし、マウスとかキーボードの挙動も安定している上に、レスポンスが早いということで、まあ、ほとんどね、パソコンと同じような機能を使うことができます。私も実際に、この Fire HD8 を使って、Fire HD8 を使って、もうパソコンとほぼ、同様の環境でですね、まあ、いろんな各種設定、それから説明欄を入れたりとかね、そういったことができるようになっておりました。はい。でね、他にもね、まだあるんですよ。僕はですね、雑誌のね、記事を書いてるライターでもあるんですけども、そのね、原稿もこの Fire HD8 で収めております。その方法はですね、まあ、どういうふうにやるかというと、まあ、通常、マイクロソフトオフィスワード、ワードを使ってね、まあ、原稿を収めるわけなんですけれども、ここでもですね、僕はこの Chrome ブラウザの機能を使って、ここからまあ PC 版で、Google ドキュメント。それでね、まず原稿を書くんですよ。そして、Google ドキュメントで原稿を書いたら、
保存するときにですね、ここでそのね、マイクロソフトワードを選択すると、ワードとね、互換性のあるもので、ファイルで保存してくれるんですね。で、そのままメール、このままこのタブレットでメールで送信して納品するというようなことをやっております。はい。なのでですね、実際にこれで仕事もできているというところ。まあ、このあたりのね、素直な挙動っていうのが、まあ、僕個人に言わせる FireHD8 の、まあ、大きなメリットかなというふうにね、思いました。まあ、このね、端末の使い方、まあ、今回5480円で出ておりますけれども、このね、低価格のタブレット、これをね、まあ、どういうふうに使うかは、まあ、皆さん次第ということでね、他のタブレットではなし得ない、超低価格で出ておりますので、まあ、今回の機会にですね、まあ、ご検討いただければと思います。はい。まあ、このね、FireHD8 の詳しい説明に関しては、動画説明欄の方にリンクを貼っておきます。はい。ぜひチェックしてみてください。てなわけでですね、まあ、今回は、まあ、本日からスタートしました Amazon ブラックフライデーセールね、始まりましたけれども、まあ、その他にもね、いろんなお買い得な商品がありますので、このね、セール会場からぜひ入っていただければと思います。ちょっとね、Amazon のトップページからはちょっと入りづらいというところがありますので、そのセール会場のね、直接入れるリンクも貼っておきます。それから今回、ポイントアップキャンペーンというのも開催しています。こちらはですね、まあ、こうクリックするだけでエントリー完了するので簡単なんでね、まあ、それもリンク貼っておきますけれども、今回はちょっとね、違ってまして、ブラックフライデーセールはですね、まあ、お買い物に応じて、まあ、最大5000ポイントの Amazon、ポイントを、まあ、出しますよということなんだけど、さらにですね、抽選で5000ポイント。まあ、買おうが買わないが、とりあえずエントリーしとけば、まあ、ちょっと抽選の権利がありますので、ぜひですね、今回、ポチッと、クリックしていただければと思います。はい。でですね、まあ、さらに追加するとですね、今回ね、Amazon Music Unlimited っていうサービス、これがね、4ヶ月99円で、使えるキャンペーンをね、やっております。はい。まあ、Amazon Music Unlimited、どんなものなのかなっていうところをね、お試しで使いたい方、まあ、この機会にね、入会されればいいかなというふうに思います。FireHD8 をね、買ったらですね、Amazon Music っていうアプリが、まあ、最初からインストールされております。はい。まあ、これを使えば、とりあえず、Amazon プライム会員の方ね、これでしたらもうこの音楽を使うことができるんですが、今回のその Music Unlimited は、さらに、曲数がもうブワーンと増えるんですよ。通常の Amazon プライムミュージックと比べると、特にね、新曲の数がね、圧倒的に多いです。それから、まあ、いろんなアーティストの曲でも、レパートリーがね、やっぱりね、かなり増えますので、もっとね、いろんな曲が聴きたいなということは、方はですね、今回、新規登録の方であればね、Amazon プライムミュージックアンリミテッド初めて使われる方は、4ヶ月間、99円で利用できますのでね、この機会に申し込んでみてはいかがでしょうかね。はい。てな感じでですね、まあ、今回その、まあ、FireHD8 が、ね、ブラックフライデーに登場したよという動画でしたけども、うちのチャンネルではですね、まあ、このように、Amazon のタイムセール祭りであったり、そして今回のブラックフライデーだったりね、この Amazon のセール情報なんかを発信しているチャンネルでございます。この動画がね、役に立ったらと思ったら、ぜひ、チャンネル登録の方もよろしく。チャンネル、かけた。ぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、さときゅんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。